はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、地下工事法の3回目の動画です。工事価格の効力、地下工事がされた場合、その工事価格についてはどのような効力が生じるのかといったところをお話ししていきます。まあ、これもよく出題される部分なんで、しっかり頭に入れておきましょう。大きく分けて 1,2,3 3つあるんですけども、この2つ目の内容については2つに分けることができるので、まあ、細かく言うと 1,2,3 4つあります。なので4つを頭に入れていただければと思います。まず1つ目ですね。都市およびその周辺で土地取引を行うものは、標準地の工事価格を指標として取引するよう努めなければならないと書いてあります。これどういうことかというと、まあ、私たちが通常土地取引をする場合、都市およびその周辺の土地を土地取引するんですよね。土地を買ったり売ったりするわけなので、そういった場合っていうのは、標準地の工事価格を、まあ、指標として取引するよう努めてくださいねということです。指標とするというのは、まあ、工事価格を目安とするといった意味です。で、勤めなければならないっていうのは、まあ、できるだけそのようにしてくださいねということなんですけども、これは義務ではないんですよ。必ずこの工事価格に合わせてくださいねという意味ではなくて、まあ、できるだけそのようにしてくださいね、別に工事価格と差があってもそれは問題ないですよと、まあ、いったイメージなんですね。例えば標準値がありました。ここは1平米あたり、まあ、20万円でしたと仮定します。で、その近くの土地1平米あたり25万円で、まあ、取引したとしても全然大丈夫ですよっていう話ですね。できるだけ、まあ、1平米あたり20万円、これを目安にして取引してくださいってことなんで、まあ、1平米あたり25万円だったとしてもいいし、まあ、10万円だったとしても、まあ、別にそれはいいですよっていう話です。あくまでも目安にしてくださいっていうことなんで、絶対にこの工事価格に合わせなければいけないわけではありませんので、まあ、この点を注意しておきましょう。義務ではない。任意だというところですね。で、二つ目です。工事区域内の土地において、不動産鑑定士が土地の正常な価格を求めるとき、この場合、工事価格を基準としなければなりません。これは義務なんですね。絶対に工事価格を基準としなければいけないわけです。例えば、標準地の隣の土地、これについて、まあ、土地の所有者から、この土地について正常な価格、鑑定評価してください、というふうに、不動産鑑定士が依頼されたといった場合、この場合は、この近くの標準地、ここの工事価格を基準にしなければならないわけなんですね。で、この正常な価格っていうのは、まあ、普通に土地取引をした、自由に土地取引をした場合、通常成立するような価格です。これっていうのは、この工事価格に反映されているわけなんで、それをちゃんと基準にしなさいよっていう話なんです。つまり、隣の土地が標準地だった。1平米あたり20万円と工事されているのであれば、その隣の土地も、まあ1平米あたり20万円じゃないですか。まあもちろん、全く同じ土地ではないと思います。形が悪かったりする。まあそういった場合は必要な調整加えるんですけども、必ずこの、工事価格を基準にしなければなりませんよ。これを基準として計算してくださいね。という内容です。これは義務なんで必ず頭に入れておきましょう。で、工事区域内っていうのは、まあ、一番最初の動画でもお伝えしたんですけれども、都市計画区域内だったりとか、都市計画区域外であったとしても、相当量の土地取引が見込めるような土地について、まあ、工事区域って決められているんですね。まあ、およそ私たちが土地取引をする場合っていうのは、まあ、工事区域内の土地だというふうに考えていただいて大丈夫です。で、次ですね。土地収用ができる事業者が、事業用として取得しようとする土地の価格を求めるとき、この場合も工事価格を基準としなければなりません。これは義務です。まあ、この事業っていうのは公共事業って考えていただいて大丈夫です。例えばバスが通る道路があって、これ狭いということで、これを広げるためにこの道路沿いの土地を買い取っていかないといけない。この場合、この道路沿いの土地の所有者と、まあ、売買契約をしていくわけですよ、買い取るために。その場合の取得する価格、これについては工事価格を基準にしなければなりませんよっていう話です。で、3つ目
3つ目は収容する土地に対する保証金の額を算定するとき、工事価格を基準として算定した土地の価格を考慮しなければならない。これっていうのは先ほど解説した内容とすごく似てるんですね。なのでまあ一緒に考えていただければと思うんですけども、これ違いは何かというと、こっちの3番については買収の話なんです。収容する時の話なんです。収容するっていうのは強制的に買い取っていくっていう話なんです。今お話しした内容っていうのは売買契約をしていきましたよね。土地の所有者と売買契約をしていきました。一方でこっちっていうのはもう強制的に買い取っていくって言った場合です。バス通りにするために土地を収容していく、まあ、買い取っていくってことですね。もちろん売買契約によって取得する場合もあるんですけども、強制的に取得するっていう場合もあるんですね。例えば売買契約に応じないとか、そういった場合も最終的にはもう強制的に買収していかないといけない。まあそういった場合もこの工事価格を基準として算定した土地の価格を考慮してくださいね。もうイメージとしてはもう工事価格を基準としなければならないっていう話なんです。言葉がこれ保証金ってなってますよね。これっていうのは買収に対して保証するそのお金なんですね。この場合っていうのは土地の価格って言わないんですよ。売買価格ではありませんので、あくまでも強制的に買収していくわけだから、その保証としてまあお金あげますよっていう話です。これについても工事価格を基準として算定した土地の価格を考慮してくださいね。だから結果的には同じなんですよ。売買契約を締結する場合も買収していく場合もどちらも工事価格を基準にしなければいけないわけなので、まあ言い回しはちょっと違うんですけれども、内容的にはもう一緒と、まあいうふうに考えていただければ大丈夫です。なのである土地があった場合、こっちで支払われるお金と下で支払われるお金って基本同じなんですね。売買契約を締結して支払われるお金、また売買契約しません、立ち退きしませんって言ってずっと拒み続けて最終的に強制的に買収されるといった場合に支払われる保証金のお金、基本的には同じと考えていただいて大丈夫です。まあ、今回お話した内容、まあ、全て重要なんですね。で、ここの部分とここですね、2の部分の下、この部分と3番の部分、これについてはまあ、ほぼほぼ一緒っていうふうに考えていただいて、ひとまとめで考えていただいても大丈夫です。重要な部分は、1番については、これ義務じゃないんだよっていうところです。他は全部義務なんですよ。工事価格を基準にしなければならないけども、1番については、これは工事価格基準にしなくてもいいよ。あくまでも目安として考えていただければ大丈夫だよ。任意なんだよというところですね。この違いがすごく重要なんで、頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。